皆さんこんにちは、胡蝶しのぶです。皆さんは夜の学校でどんなことが行われているか知ってますか？もしかすると夜の学校では怖いことが起こってるかもしれませんね。今日は炭治郎くん、善逸くん、禰豆子さんが夜の学校で起こる怖い噂を確かめに、3人でこっそり夜の学校にやってきましたよ。一体どんなことが起こるんでしょうか？少し怖いお話、大丈夫っていう人はグッドボタンを押してくださいね。皆さん少し怖いお話大丈夫なんですか？それでは鬼滅の怖いお話スタートです。なあなあ善逸、あの噂って本当なのか？確かに本当みたいだよ。夜の学校にギョロギョロの目玉のお化けが出るんだって。ギョロギョロの目玉のお化けか、それはちょっと怖いな禰豆子。むむ、その噂が本当かどうかを確かめに夜の学校に来たんでしょ。夜の学校って誰もいないから本当に怖いな。大丈夫だって、その噂多分嘘だと思うから、3人で学校を探索して確かめよう。そうだな、噂が嘘だという風に生徒みんながわかれば安心できるもんな。そうそう。むむ、どうしたんだ善逸？なんだか人の足跡が聞こえる。足跡？めめめめ、ほらよく耳を澄ませて。本当だ、誰かがこっちへ向かってくる。もしかしてその噂のお化けかな？めめめ、だんだん足跡が近づいて。何をやってるんだお前たち。よく見ろ善逸、ギョロギョロ目ん玉ではあるけど、あれは煉獄先生だぞ。あ、本当だ。お前たちこんなに遅くまで学校で何をやってるんだ？学校の怖い噂を確かめに。学校の怖い噂？はい、夜の学校にギョロギョロ目玉のお化けが出るって聞いて。でも、それって煉獄先生のことだったんですね。誰がギョロギョロ目玉のお化けだ？お前たち、こんな遅くに子供たちが学校でうろうろしていいわけがないだろう。今すぐ家に帰るんだ。わかりました、煉獄先生、さようなら。さようなら。むむ、まったく、動画を見てるみんなも夜の学校に行こうなんて絶対に思ってはダメだぞ。夜子供たちだけで出歩くなんて絶対にダメだ。お化けよりも怖いものがやるかもしれないからな。3人とも無事に帰ってくれればいいが。まさか噂のお化けの正体が煉獄先生だなんてびっくりだね。ああそうだな、でも怖い噂の正体が知れてよかったな。うん。あれ禰豆子ちゃん、さっきからそっちの方見てるけど何かあった？禰豆子どうしたんだ一体？ああ禰豆子、一体誰と一緒に手をつないでるんだ？めめめめめ、もしかしてそれって、ギョロギョロ目玉のお化け、逃げろー。むむむむ、僕夜にしか活動できないんだ。むむむむ、だから一緒に遊んでくれる子がいて嬉しい。むむむ、ねえかくれんぼしよう。ねえ、むむむむむ、禰豆子ちゃんとお友達になれそうで嬉しいよ。むむむ、あらあら、禰豆子さんと一つ目小僧のお化け、仲良くなれてよかったですね。炭治郎くんと善逸くんはびっくりして逃げちゃいましたね。鬼滅のちょっと怖いお話、今日はこれでおしまいです。また別の動画も見てくれると嬉しいな。皆さんのコメントもお待ちしてますよ。それじゃあ今日はこの辺で、じゃあね、バイバーイ。今日の鬼滅のスクラッチ、誰が隠れているかみんなわかるかな？善逸でした。わかった人すごーい。
鬼滅のスクラッチ、誰が隠れてるかみんなわかるかな？動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリ。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画